はい、こんにちは、116インズです。トレードデッドラインも過ぎまして、シーズンはいよいよ8月へ。これからプレーオフ争いや地区優勝争いの激しさが一層増し、一試合一試合がコンテンダーにとっては大事な試合、そう簡単には落とすことができない試合が続く、そんな時期になってきましたね。今まではトレードデッドライン後もウェーバーを介したトレードが可能だったんで、デッドラインと言いながらも実質的にはまだ補強ができたんですが、そういったトレードも現在のルールではできませんので、とりあえず各チーム残りのシーズンは今のロースター、今いるメンバーたちで戦うこととなります。補強ができない以上、チームのこれからの戦いを決める上でも重要な要素となってくるのが怪我人。もちろん怪我人が出てしまうことによる戦力面のダウンもそうですが、逆に怪我人が復帰することによる戦力アップもまたペナントレースに影響を与えてきそうですよね。例えば現在 AL 東地区首位争いを繰り広げているレッドソックスは、今月もしかしたら来週くらいに昨年トミー・ジョン手術を受け、ずっと離脱していた先発投手のクリス・セールが復帰する見込みで、これはレッドソックスにとって大きな追い風となりそうですし、またデッドラインで完全な売り手とまではいかなかったエンゼルスも、マイク・トラウト、アンソニー・レンドーンの復帰を控えていますので、こういった主力クラスの故障者たちが帰ってくることによって、プレーオフ争いの様相もまた変わってくるかもしれません。しかし今回お話しするのは復帰するはずだった怪我人について。レイズのタイラー・グラスナウですが、6月中旬に右肘の内側側副靭帯を一部損傷してしまい、長期離脱していることは皆さんもすでにご存知かと思いますが、そのグラスナウがトミー・ジョン手術を受ける見込みであることが先日報道されました。グラスナーは怪我の後手術を回避して、今年のポストシーズンでの復帰を目指してリハビリを続けていまして、でリハビリの方もかなり順調に進んでいることが報じられてきたんですが、7月末にマウンドで投球をしたところ、どうもそれがうまくいかなかったと。まだ正式には手術を受けるとまでは決まっていないようですが、手術となる公算が高く、もしそうなった場合は今季の残りシーズンばかりか、来季中の復帰すら危ぶまれる、そんな状況となっているようですね。一般的にトミー・ジョン手術からの実戦復帰までのタイムラインはだいたい12ヶ月から18ヶ月と言われていまして、先ほど出てきたレッドソックスのセールの場合は昨年の3月末に手術を受け、で今月ようやく復帰できそうというスケジュール感でした。今月グラスナウが仮に手術を受けたとして、最速でリハビリが進めば来季中の復帰の可能性もありそうですが、球団としても再度の怪我を防ぐために慎重にリハビリを進めることでしょうから、そうなると来季投げる可能性は現段階ではかなり低くなってきたかなというのが個人的には考えたところですね。レイズとしても今年のプレーオフを勝ち抜く上でも、エースのグラスナウがいるかいないかで全然展開は変わってくることでしょうし、おまけに来年もいないかもしれないとなれば、これは相当の痛手ですよね。グラスナーといえば2メートルを超える身長から平均97マイルの速球と、縦に鋭く落ちるカーブが持ち味というリリーフピッチャーみたいな投球の組み立てをする本格派で、そのスタイルが昨年は少々行き詰まって、昨年は11先発で防御率 4.08、 プレーオフでも特にワールドシリーズでドジャース相手に打ち込まれるシーンもありました。ただ今季は球種にスライダーを加えて先発投手として一段上の存在の選手になっていましたよね。怪我をする前の段階で14試合に先発し、防御率 2.66、 88回で123奪三振と内容も素晴らしく、また14先発でクオリティスタートも9回。少し前の彼はなかなか長いイニング投げることができていませんでしたが、今季はキャリアハイの8回を投げ切った試合が2試合もあったりと、先発投手としての完成度も上がってきて、シーズン投げ切ることができればサイ・ヤング賞の可能性も十分あった中での怪我は非常に残念でしたよね。しかも偶然かどうか定かではないですが、ちょうど MLB が投球時の粘着物質等の取り締まりを強化した時期にグラスナウが怪我しまして、本人は MLB がこのようにシーズン中に対応を変更したことで、急ピッチでボールの握りを変えたりですとか、また投球時に滑らないようこれまでよりも握りを強くしたことで余計な力が入りやすくなったことが怪我の一因になったと MLB 側を批判する声明も出したりしていました。時期が時期なだけに、グラスナーの怪我は MLB のシーズン中の取り締まりの強化によって、まさに懸念されていたことが現実になってしまった、そんな一件でした。ただグラスナーの怪我は少なくとも当時すぐに手術に踏み切るようなレベルではなく、シーズン中あるいはプレーオフ中の復帰を目指せるレベルとして報道されていましたし、実際リハビリも割と順調に進んでいるように見えました。6月末の段階では怪我をした右肘の回復を早める一環で骨を含めた治療に取り組んでいることが本人の口から語られていましたし、また先月中旬の段階では軽いキャッチボールも再開。もちろんあの時点でハードルは残っていましたが、1ヶ月でキャッチボールを再開できる程度の状態まで戻せていたのは間違いなく良い兆候でありましたし、リハビリが前進していることを表していました。
あとはマウンドから投げてみて彼の体がどう反応するか、これが復帰に向けたまず最初のハードルでありまして、7月末についにマウンドから投球をしたところ、これがうまくいかなかったと。投げた翌日のグラスナーの状態が芳しくなかったことから、今回このようにトミジョン手術の可能性へとつながってしまったようですね。私もファンタジーベースボールでグラスナーをチームに保有しているので、彼のリハビリ状況は逐一チェックしていまして、キャッチボールを再開した段階では今季また投げることができるんじゃないかと希望を抱きましたが、残念ながらその希望は打ち砕かれてしまいました。グラスナーが報道の通り手術を受けた場合、レイズの先発陣にとっては大きな打撃ですよね。もちろんチームとしても彼がいないという想定はしていたでしょうが、こちらが今レイズの主な先発陣、マクラーナハンやパティーニョといった将来のエース候補が名を連ね、ヤーブロー、フレミングとソリッドな選手も並んでいますが、ただ現時点では突出したこの選手がエースといった存在はいませんよね。先発陣が微妙だったとしてもブルペンでどうにかなってしまうくらいに後ろの層が厚いので問題はないかもしれませんが、ただプレーオフで勝ち抜くことを考えるとグラスナーがいないのはやはり痛い。昨年ワールドシリーズまで進みましたが、ブルペンに相当な負荷がかかりましたし、昨年の先発陣からスネル、モートン、さらに今回グラスナーが抜けたことを考えますと、昨年以上にブルペンに頼らざるを得ないのではないかなんて風にも思ったりもします。今季のグラスナーであれば4戦先勝のシリーズで一人で2勝できるチャンスをチームに与えてくれたでしょうから、悲願の世界一を狙うレイズにとってはグラスナーのリハビリが思うように進まなかったのは誤算となってしまいましたね。チームにとって打撃ではありますが、グラスナーがいないという事実はもうどうしようもないので、マクラナハンやパティーニョあたりのエース候補たちにステップアップしてもらうことに期待したいです。そして個人的に1点気になったのがグラスナーのレイズでの今後ですね。グラスナーは2023年オフに FA となる予定ですが、仮に手術の影響で来季も復帰できないとなると、復帰は2023年、つまりグラスナーにとって FA 前最後の年での復帰になると。グラスナーは年俸調停の資格を持っており、今季の段階で年俸は400万ドル、おそらくこの額は今季のパフォーマンスを踏まえ来季500万ドルから600万ドル程度に上がるのではないかと考えています。来季投げない可能性が高い選手に500万ドル、普通の球団だったら特に迷うことなく残すところですが、とにかく金銭面に余裕がなく、総年俸が低いレイズにとってはなかなかお高い金額です。さすがにいくら怪我をして来季投げられない可能性が高いとはいえ、グラスナウクラスの選手ですので 99.99% レイズが彼を残すとは私も思っていますが、来季は投げることができず、保有できるのも復帰後1年のみ、しかもどんな状態かも未知数となれば、チームがグラスナウをノンテンダーするという判断を下したとしても、ああやっぱりレイズは我々の想像を超えた動きをしてくるなというふうに思う準備だけはしても良いかもしれないなんてふうにも思いましたね。手術前だったら 100% まず間違いなくレイズに残っていたであろうところ、その可能性に本当にわずかではありますが疑念が生じました。そしてレイズの中長期的な編成面でも、今回のグラスナーのトミージョン手術は痛いかもしれません。レイズという決して裕福ではないチームが長期間コンテンダーに居続けるためには、コンテンドしながらプロスペクトを補充するという動きが必要で、その象徴とも言える動きが昨年オフのブレイクスネルのトレード。レイズはあの段階で契約が残り3年のスネルをトレードし、パティーニョなど4人を獲得したわけですが、多分グラスナーに関しても同じことを目論んでいた、少なくとも選択肢にはあったと思うんですよね。グラスナーがものすごく格安の契約延長に応じるならともかくとして、グラスナーが健康だったらパティーニョやマクラナハンの目処が立ち次第、グラスナーをトレードしまたプロスペクトを補充するという動きもあったと思います。それもちょっとこの手術で難しくなりそうですよね。しかも戻ってくる可能性が高いのがレイズが彼を保有できる最後の年、ブランクもあるでしょうから、どんな状態かもわからない。そういった状況でグラスナーをトレードすることはおそらく難しいでしょうし、スネルの時と同様の手法でプロスペクトの補充が叶わなくなった点は、編成の中長期的なプランにも今回の手術が影響を与える可能性はありそうですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。